シュリッセリブルクの紋章、シュリッセリブルクは、ロシアレニングラード州の西部にある都市。ラドガ湖からネバ川が流れ出す地点に位置する。ネバ川川口の町サンクトペテルブルクからは 35km、東。1944年から1992年までは、ペトロクレポス地と呼ばれていた。ラドガ湖とネバ川を経由する。 水上交易路を睨む要塞が古くから有名。人口は12,401人。要塞及び歴史的町並みはユネスコの世界遺産に指定されている。シュリッセリーブルクのオレシェク要塞ラドガコの東南端、ネバ川が始まるところの川の真ん中に要塞化された島が浮かんでいる。この要塞は、元の名はオレシェクという。13世紀、モスクワ大公かつ、 ノブゴロド大公でもあったユーリー三世がノブゴロド共和国の北辺の防衛の要であるオレホ別島に木造の要塞を築いた。これがオレシェク要塞でノブゴロドからボルホフ川、ラドガ湖、ネバ川、バルト海を結ぶ重要な水上交易路を防衛していた。一方、スウェーデン側の資料ではこの島はノーテボリンの名で登場する。 これも、好みの城を意味する語で、島に、好みが生えていたから、あるいは島の形が、好みのように見えるからなどの説がある。スウェーデンとノブゴロド双方の争奪戦の結果、1323年8月12日に、オレシェク要塞でスウェーデンを呼び、ノブゴロド共和国の間に国境を定める条約が、結ばれた。これにより、カレリア地方に、 両国の国境線が引かれ、これが東西境界間の境界線ともなった。オレシェク要塞はノブゴロド領となり、石の城壁や塔が建てられるなど要塞化が進んだ。要塞内部25年後、スウェーデン王マグヌス・エリクソン率いる軍は、東方教会に対する十字軍の過程でオレシェク要塞を襲い占領した。1351年にはノブゴロド軍が奪還したが、 城は大きく破壊された。1352年、オレシェク要塞は、ノブゴロド大主教、バシーリー・カリカが再建した。ノブゴロド第一年代記によれば、ノブゴロドは、ロシアやリトアニア各地の公家,家らへ、オレシェク要塞の再建と防衛を嘆願したものの、無視されたため、大主教が再建のために、オレシェク要塞へ派遣されたという。 この時建てられた城壁の遺構は、現在の要塞の中心にある西洋安聖堂の北で1969年に発掘され、現在は見学可能になっている。1611年、スウェーデン対モスクワ国家のイングリア戦争で、スウェーデンが要塞を占領した。スウェーデンの一部となったオレシェク要塞はスウェーデン語でノーテボリ、フィンランド語でパフキナリンナと呼ばれるようになり、 北イングリアのノーテボリ県の中心地となる。要塞内部のダンジョン1702年、大北方戦争の際、ピョートル一世は上陸戦により、ノーテボリ要塞を占領した。要塞を守備する250人のスウェーデン兵は10日間に渡り抵抗し、スウェーデン軍が降伏した際、スウェーデン兵の犠牲百十人に対して、ロシア軍の犠牲は六千人に達した。この地を、 イングリアへの鍵と見なした。ピョートル一世の考えから、要塞はドイツ語で、鍵の城を意味する、シュリュッセルブルクと解明された。現在は、カラのローマ自転機で、シュリッシュリアブグと表記している。この城を拠点にイングリアへの攻撃が進められ、現在のサンクトペテルブルクがあるネバ川川口の地、などがスウェーデンからロシアへと奪われた。帝政ロシアが始まると、 首都サンクトペテルブルクに近いシュリッセリブルク要塞は、悪名高い牢獄となり、政治犯らが収容された。ここに投獄された有名な人物には、ピョートル一世の最初の妻エブドキア・ロプヒナ、デカブリストの乱に関わったビルヘルム・キューヒェルベッカー、無政府主義者、ミハイル・バクーニンらがいる。 元皇帝イヴァン六世は1764年、遊兵先のシュリッセリブルクで殺された。またウラジーミル・レーニンの兄、アレクサンドル・ウリアノフもシュリッセリブルクで処刑された。10月革命後には刑務所が燃やされ、1928年から1940年にかけて、要塞跡は革命博物館となった。第二次世界大戦では、赤軍が守っていた要塞は、 ドイツ軍の激しい砲撃を受け損傷したが、陥落することはなく数百日の包囲を耐え抜いた。現在のシュリッセリーブルク要塞は、補修が進んでいる。元あった10本の塔のうち現存するのは6本である。要塞内部の聖堂は要塞に立てこもって戦った、赤軍兵士たちの記念碑とされた。また、ロシア帝国の政治反乱に関する、博物館があるほか、 要塞内には、第二次世界大戦の火器や、大砲も展示されている。ラドガウンガの水門シュリッセリブルクの市街地は、ラドガ港及び、ネバ川の南岸にあり、要塞の島が、北沖に浮かぶ。ピョートル大帝がこの地をスウェーデンから奪った1702年、町が建設された。現在は18世紀に遡る聖堂が残る他は、歴史的建築物の数は多くはない。 しかしこの地に、ピョートル大帝の命令で築かれたラドガウンは、今も見ることができる。これは、風が強く波の高い時期には、ラドガ湖を通る船が、しばしば転覆したため、より安全な水路を、ラドガ湖の南岸に沿って築いたもので、1719年に建設が始まり、ブルクハルト・フォンミュンに非元水の指揮下、12年後に開通した。 1836年に築かれた石製の水門もある。第二次世界大戦では、シュリッセリブルクの街は、ドイツ軍北方軍集団により陥落し、レニングラード包囲網の一角を成したものの沖合の要塞を落とすことができなかった。石軍は1943年に、シュリッセリブルクを奪還し、レニングラード解放の拠点とした。 1944年にはドイツ語に由来するシュリッセリブルクという地名がピョートルの砦を意味するペトロクレポスチへと改められたがソビエト連邦の崩壊後の1992年に元の地名に戻った。ありがとうございます。